のりこ様に対し宣戦布告。この後、のぶこ様が、とんでもない行動に、皇室内の女の戦い。皆さん、こんにちは。チャンネルをご覧いただき、ありがとうございます。この動画に対して、いいねボタンでの評価をいただけると嬉しいです。今回取り上げるニュースはこちらです。国民からの信頼を一心に受ける天皇家とは違い。 昨年のマコさんの強行結婚問題以降、秋篠宮家に対する不信感は募るばかりです。実は、過去にも、子、中曽根元総理の合同葬儀をめぐって、秋篠宮家と三笠宮家で、激しい異世界があったことをご存知でしょうか。今回は、そちらについて書かれた記事を見つけましたので、紹介と詳しい解説をしていきたいと思います。まず、 一つ目は、小室夫妻が、今後も、日本からの支援を受け続けなければいけないという理由についてお届けします。ここからは引用を含みます。さて、現在2回目の司法試験の結果待ちとなっている小室圭さんですが、就職先は、今も変わらず、ローエンスタインサンドラーで勤務していると言われています。同社は、 ニューヨークやシリコンバレーのパロアルトなど全米5カ所に拠点を持つ従業員数350人程度の法律事務所です。1000人以上の規模の巨大法律事務所が多いアメリカでは大手とは言えないかもしれませんが2008年から急成長している事務所であり、専門誌によると2021年度の評価は全米137位と言われています。その中でも 小室さんはテクノロジー分野を担当しているようです。弁護士になるまでは多くの企業のリサーチや書類作成に携わる必要があります。昨年、1回目の司法試験に落ちた際は、元皇族の夫が無職になるのかなどと心配されていましたが、とりあえず仕事にありつくことができてえば、ほっとしているのはマコさんかもしれません。 無事に内定を得た小室さんがまず言ったことは、向子さんへの報告と新居探すしでした。探したエリアは、職場に近いマンハッタンが中心でしたが、高額の家賃を払っても、狭い部屋しか借りられないため、セキュリティのいい一軒家を求め、一時は、ボストン郊外にまで対象を広げたとも言われています。そのような状況の中、最終的に選んだ物件は、 ニューヨークの一等地、マンハッタンでした。これには、さすがに、今でも、疑問の声が多く聞かれています。ご存知のように、今の小室夫妻の収入状況だと、家賃を含めた生活費を賄うことは100、100%不可能です。この経済面については、天皇皇后両陛下も心配されており、 小室さんの近況について報告を受けた際、周囲の期待に応えようと頑張りすぎているのではないか、と気にしておられたと言われています。しかし、内情に詳しい区内庁職員は、このように述べています。陛下は、アメリカに渡ったマコさんを心配されていますが、正直起憂と言ってもいいでしょう。というのも、 誰がどう見ても経済的にやりくりできないはずなのに、今でも小室さんは裕福な暮らしぶりを見せています。最近では胸毛を出しながらニューヨークの街をカッポする写真もスクープされています。食事にも困っていないようで、ある意味肥満体型になっていましたね。現在は、マ、ま、コさんのこれまでの貯金を切り崩しながら生活をされています。 しかし、貯金というのは、いずれなくなってしまうもの。このままでは、小室夫妻は、路頭に迷うのではないかといった声も聞かれそうですが、そこは問題なさそうです。すでに、秋篠宮家が、ニューヨーク総領事と面会を行ったことも報じられていますが、そもそも、マコさんが生活に困る事態に直面することは、秋篠宮家にとっても恥なのです。 そういった背景から今でも秋篠宮家を通じてお二人のもとへ生活費が送金されています。生活に貧するようでは海外の王室に示しがつかないと思いなのでしょう以上が一つ目の記事の内容です。皆さんはどのように感じましたか本当にこの二人は 都合に応じて立場を使い分けていますし、美味しいと小鳥しようとしている気がしますよね。一般人としての自由は欲しいけど、皇室特権はこれからも使いたいとか、そんなこと通じるわけがないですよ。夫の収入が低くても、高額なニューヨーク生活を、外務省や領事館に根回しして維持させるというのは、国費の観点からも、やはり問題だと思いますよね。 では、二つ目の記事に移ります。さて、元総理とはいえ、葬儀に国費を使ってまで皇族が出席することは、色い々ろいろと議論が紛失しそうな問題でもあります。しかし、秋篠宮家にとって子、中曽根元総理という存在は、平成の時代かなり甘い蜜を吸わせてくれた、いわば恩人とも言える人物。そうなれば、当然、 中曽根元総理の葬儀には必ず出席しなければならない。そんな強い思いがあったのでしょう。今回は各宮家代表者の出席となり、日立の宮家からは、日立の宮正人親王、三笠宮家からは信子に、高窓の宮家からは、久子妃すぐ子女王のご臨席となりました。しかし、秋篠宮家は、 まさかの一家総出となり、マコさん、恵子様も参列しています。一体、なぜ、秋篠宮家は、全員参列となったのか。これには、男系男子派として知られた中曽根元総理と縦行師の例の年内挙行を決定した政権に対する感謝と敬意を表したいという、ノ子コ様のご意向が背景にあったようです。 今回の合同葬儀では、久子様、つぐ子様、のぶ子様の間では、仲睦まじく、会話を交わされる場面もありましたが、のり子様は、政府関係者への挨拶周りで忙しかったようで、女性皇族方と交流を持たれる場面はありませんでした。本来であれば、温かい挨拶を交わす場面でもありますが、すでに、秋篠宮家が、皇室の中で、 異質な存在となっていることは周知の事実です。おそらく、他の皇族は、秋篠宮家と関わりを持つと巻き込まれてしまうという思いや、のりこ様に対して不信感を抱いていたのではないでしょうか。これは写真も撮られていますが、実際に、この合同葬儀の終了後、信子様やつ子こ様はのりこ様に対し、一切笑顔も見せず、 下を向きながら軽く会釈をする程度で去っているのです。これには、さすがに、のりこさまも、すっかりと気を悪くされ、後日、のぶこさまへ、じきじきに、工事費を敬うのは、皇族の義務です。公式の場で、あのような態度をするのは、皇族としてふさわしくないと思いますが、と言い放ったのです。のりこさまは、もはや、 他の宮家と良好な関係性を保て必要はないと判断されているのかもしれません。この合同葬儀以降、残念ながら秋篠宮家と三笠宮家の関係は、すっかり冷え切ってしまいました。以上が、二つ目の記事の内容です。あろうことか信子様には出くってかかったのり子様ですが、もはや、皇室の中で、秋篠宮家の味方は、 美智子さまだけなのかもしれません。平成の時代は、美智子さまとの子さまの情報統制により、秋篠宮家の天下だったかもしれませんが、残念ながら、今は通用しないと思います。いくら、久仁ひさまを、一番大切に考えていると言っても、やはり皇族である以上、周りの方々への配慮や気遣いは、絶対に必要だと思いますよね。 そんな配慮が欠けているから、秋篠宮家では、様々な問題が起こるわけです。国民からは、キいことやゆされていますが、それも納得ですね。秋篠宮家には、一刻も早く皇室から離れてほしい。本日も、最後まで動画を見ていただき、ありがとうございました。また、皆さんに感じたこと意見などをコメントしていっていただけたら嬉しいです。 もしよろしければ評価などもお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。